皆さんこんにちは、本土防空戦解説動画の第2回です。解説する前に少し前回の補足を。前回紹介した B-29 の本土初空襲の連絡を受け、大陸に展開していた第5航空軍司令部は動揺した。なぜならば第5航空軍は大陸で B-29 の動きを察知し、何か急変があればすぐさま陸軍中央部へ報告しなければならないのだ。しかし現実として、B-29 の来襲を初めて察知したのは最終島に展開していた電探であり、第5航空軍は全くと言っていいほどその役割を果たしていなかったのである。各方面に100式指定を発進させ、迎撃戦や B-29 の不時着基地を爆撃するために、大急ぎでハヤブサと救急式双発系爆撃機に出動準備を下した。天気が悪く、飛行中の B-29 を発見することはできなかったが、観光より発進した100式指定が河南省の内郷飛行場に不時着している B-29 を発見し、発進したハヤブサや救急系爆が不時着した1機の B-29 を炎上するまで重爆撃することによってなんとか一矢を報えた。補足はここまでとし、ここからは大戦以前の防空形態などについて語っていこうと思う。戦争を遂行する上で、大事となるのは敵を攻撃する攻撃力であるのは言うまでもない。しかしながら本体が敵を攻撃している最中に敵によって後方、つまり本国を荒らされれば遠征中の本体は簡単に崩壊してしまう。よって短期決戦を除いて攻撃力の他に本土を防衛する防衛力も必要となる。大陸の国々も防衛力を重視し、古代ならば秦が築いた万里の長城、近代ならばマジノ戦がその国の防衛力を担っている。それに対して日本は国土の関係上、周囲を取り囲む海が大きな防衛力となってきた。さらに建国以来約2000年の間、政治的危機は幾度もあったものの、直接な侵攻は元寇や土井の入港などと数えるほどしかない。それもそのほとんどが海軍によるもので、地形効果によって撤退に追い込んだ場合が多い。さらに陸戦に関しても、本土内で起きた陸戦は蝦夷の討伐や内戦くらいであり、それも日本の山がちな地形によって防御力に重視したことはあまりない。そのため陸軍の傭兵工業には、初めから構成作戦を取る。姿勢作戦はやむを得ぬ場合のみ、と書かれており、さらに海軍に関しても英海軍の、攻撃こそ最大の防御、の精神を受け継いでいる。ただ飛行機の登場により、大正末期には海は最大の防御力となくなり、本土防空について考える必要が出てきた。大正10年、第一次大戦の戦訓を受け本土防空の基本案が成文化された。これによって陸軍は工業地帯を主体とする本土全部、海軍は軍港などといった海軍関連施設の防空をすることが決められた。この方針は大戦終結まで受け継がれることとなる。さて、ここで仮想敵国が本土防空に関わってくる。例えばソ連を仮想敵国とする場合、大陸からの爆撃機の襲来が必須となるが、アメリカを仮想敵国とすると当然空母艦載機による空襲が予想される。この場合陸軍がソ連を、海軍がアメリカを仮想敵国と考えたわけだが、先ほど言ったように攻撃力を重視し防御を軽んじる方針であったため、本土に来襲する敵機を撃墜するのでなく、敵機が発進する機動艦隊や陸上基地を先に潰すことによって本土防空を成し遂げようとしたのである。こうした構想のもとに陸海軍は防空に対する機構や兵力の整備をしていくことになる。まず、防空をも担当の陸軍は早くも大正11年に東京、大阪に防衛司令部を置き、高射砲や小空等を指揮する用地防衛部隊を計画し、編成に移した。ただ防衛司令部が置かれるのは戦時中のみであり、指揮権も大阪東京のみであり、そこを除いた地域は各師団の管轄に委ねられた。ただ、航空兵力の急成長を受け、昭和10年には防衛司令部を常設に改め、防衛管区を東部、中部、西部に分け、九州から東北までを防衛地域とした。それでも防空指揮は戦時のみであったが、それも品事変を受け改められた。指揮系統は順調に進んでいたが、肝心となる防空兵器の用意は一向に進まなかった。昭和不況や大陸での紛争を受け、防衛に割く戦力はほとんど整えられず、品事変当時においても高射砲は台湾や朝鮮を含めてもわずか108門しかなく、小空砲や超音機はもっと少なかった。さらには防空部隊は高射砲のみで、航空部隊は必要時のみ防空に参加させ、常備の防空部隊はなかった。海軍に関しては軍港付近や本土近海の限られた地域の防衛であったが、一応本土を横須賀、呉、佐世保、舞鶴の4つの区に分けていた。防衛の主戦力は不況の影響もありほとんどが旧式の艦艇であり、航空戦力に関しても進行作戦があれば大半が不在となる予定であった。陸海軍ともに防空体制が整ってない中、とうとう敵機の本土侵入を許してしまう。昭和13年2月23日、午前11時に台湾に国民党軍機が飛来し、
松山飛行場めがけて爆弾が投下された。本土に向けて初めて放たれた爆弾によって民家に死傷者が出て、さらには午後1時に新築も空襲を受けた。当時の台北には91式戦闘機12機、高射砲8門しか配備されてなく、空襲警報を受け戦闘機隊が出撃したが、航空機と高射砲のどちらも戦果を上げることができなかった。台湾空襲を受け、大本営は九州への敵機の来襲を危惧し、岐阜県の飛行第一戦隊から一個中隊を抜き出し、福岡県の立ち洗いに送り込んだ。そんな大本営の予想は的中し、5月20日に国籍不明機が九州に侵入した。爆弾の投下こそなかったものの宣伝ビラを巻いてそのまま離脱していった。さらに30日にも敵機が2機侵入し、こちらも登壇せずに本土上空を離脱していった。その後大陸における作戦によって華中や華南を占領し空襲の危機が去った。台湾以外で目立った被害こそなかったものの敵機による領空侵犯を許したのは事実であり、本土防空の脆弱さが明らかとなった。国土防衛担当の参謀本部第4課から防空の強化の進言をしたが、ほとんど受け入れられなかった。昭和14年にはポーランド侵攻が勃発。電撃戦の一翼を担う航空機の活躍によって、その攻撃力は絶対のものとなっていた。防空戦においてはその組織と兵力が充実していなければ防ぎきれるものでないことは九州への敵機の来襲が証明している。昭和15年には第4課が主となって陸軍はソ連、海軍は米軍による本土空襲に対する考察を行ったが、海軍の書類提出は遅れた上来襲方向を記入した熱意がない簡略なものであった。昭和15年7月、陸軍の防衛組織の面で前進が見られた。防衛司令部を軍司令部と改め、軍管区制を取り入れた。今まで防衛司令官は防衛に関してだけ管轄区域の師団長を指揮できたのに対し、防衛司令官から軍司令官に改称され、動員、教育を含む防衛関連全般に対して師団長を指揮できるようになった。守備範囲は以前とほとんど変わらず、東部軍管区は関東、東北、北陸、中部軍管区は関西、中部、西部軍管区は九州、中国、四国と4個師団分の管区が割り当てられ、さらに北部軍が設けられ、北海道、東北北部が担当することになった。その上以前よりあった朝鮮軍、台湾軍の機構が修正され、本土が6個軍管区に分けられた。また、この際に東部、中部、西部軍管区の用地に専属の防空用飛行隊が設定された。ただそれも常時任務についているわけでなく、有事の際に1個中隊ずつ割り当てられるに過ぎなかった。同じ年に2つの演習が行われた。一つは5月に行われたもので、満州のハルピンで行われ、企業がトップクラスのパイロットが操る約100機の戦闘機が飛行場上空を守ったが、攻撃側の飛行機がやすやすと突破してしまった。もう一つは10月に東部軍管区で行われた特別大演習で、動員された高射砲隊の召集兵の中には初めて砲を見た者が出るありさまで、防空用戦闘機も少なく、演習結果は敵機の空襲をほとんど防げない、と報告された。この二つの演習によって、強力な戦闘機体をもってしても敵機の侵入は防げず、戦時になってかき集めた動員兵力では戦力となれないことがあらわとなった。開戦の年となる昭和16年になると、高射砲の数は平時で100門、戦時で約300門と強化され、7月にはほとんど練成のできてない召集兵を短時間で実戦配備可能となるように訓練が施され、続いて部隊編成も臨戦態勢に改められた。さらには防空の指揮系統の一元化が図られ、同月には6個軍管区の上に防衛総司令部が置かれた。同年7月、新編成の飛行部隊が防衛総司令官の霊下となり、これまでの防空飛行隊と共に東部、中部、西部に3軍管区に振り分けられた。開戦の1ヶ月前には大本営から防衛総司令官に対し北千島、父島、台湾などといった領土突端にある要塞の戦備が命じられ、3日後の12月2日には開戦に備えて各軍管区へ防空臨戦態勢移行が伝えられた。ただ、現態勢にはいくつかの問題点が残っていた。まず第一に海軍に防衛総司令部と同等の組織がなく、両組織間の協定や連絡が煩雑であった。次に海軍の防空部隊であっても配置転換や陣地構築には陸軍の許可が必要であった。また、インフラの復旧などといった民間防空は内務省や他の省を通さねばならない上、さらには対空戦闘を行う高射砲隊などは各司令部の霊下であり、防衛総司令官による直接指揮はできないという問題もあった。これらの問題のほとんどは解決されずに日本は連合国との戦争に突入していくこととなる。兵器面においては開戦直前の各軍管区の合計防空兵力は高射砲458門、航空機133機であり、
陸軍が当初望んだ最小限の本土における高射砲400門、航空機250機に遠く及ばなかった。補足として高射砲や小空砲、常温機の数は必ずしも正確でなく、防衛総司令部は他に離島を含めた要塞に配備された高射砲56門、小空砲24機、常温機24機ある。またここで書かれている高射砲1個中隊は高射砲4門及び重機関12門を装備し、デソラ1個中隊は小空砲6機、常温機6機を装備する。デソラ1個中隊は小空砲6機、常温機6機を装備する。海軍の防空兵力は航空機386機、攻殻砲210門、さらに海上防備は駆逐艦14隻、船艇8隻が主力となっていた。ただここで書かれてる航空機にはもちろん旧型機が含まれており、さらには海軍の航空機数はあくまでも定数であり、数字通りの機数以下の航空隊もあった。また、今日のように全てが戦闘機でなく、哨戒用の航空機が含まれていた。さて、本土防空戦力は陸海軍合わせて対空砲が約700門、航空機が400機の状態で対戦に突入することとなった。果たしてこれだけの戦力がどのような成果を上げるのか、続きは次回に解説することとする。ご視聴、ありがとうございました。